皆さんこんにちは、キスケです。今回はなんとですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、レジェンズロードで新しく追加された、悲しみのトランクス、はい、命名しちゃうんですけども、悲しみのトランクスをちょっと育成完了したんで PVP 回っていこうかなと思います。こいつでね、レベル2000のソウルブーストが 498% ということで、まあ大変ですよねこいつ育成すんの。うん、でまだちょっと星は増やしてませんとりあえず完璧に育成することだけにメダルを使ってたんで、まだ凸はしてません。まあ星1個ついてるぐらいですね。はい、まあこいつステータス見ていきましょうか。まず打撃タイプなんですよね。で変身前はもう見るに耐えないスパーキングっていう感じのステータスをしてます。はい、で早速変身後見ていきましょう。こういう感じですね、体力73万、ちょっと少なめかな。で打撃攻撃力が8万と、やっぱ打撃が強いですね。うん、打撃も強くて防御力も結構高い。で打撃と射撃を持ってくる点はちょっと微妙かな。うん、まあ、この辺は別になんもないですね。まあ、先行、敵に打撃被ダメージ 15% アップを付与すると、で木の解放、与えるダメージを 20% アップと、まあ、結構普通ですねアーツに至っては。でメインアビリティ必殺アーツをドローすると、Z アビリティ、まあ、Z アビリティが結構優秀かなと思ってて、未来またはレジェンズロードの基礎打撃攻撃力を 22% アップ。うん、まあ未来パーティーには欲しいキャラクターになったかなこれで。まあ、このレジェンズロードはほんまにおまけやと思うんですけど。ユニークアビリティ、戦闘不能なバトルメンバー1人につき自身の与えるダメージを 15% アップと、で味方キャラクター孫悟飯が戦闘不能になると、気力回復速度が 30% アップしてくれると。うん、で連携、バトルメンバーに孫悟飯がいると自身の打撃ダメージを、30% アップ。強い冗談じゃなくてもう普通に強いっすわこいつ。うん、結構打撃でゴリゴリ削っていくキャラクターになってくれるかなと思います。はい、ということで今回はこういう感じの未来パーティーで、PVP 潜っていこうかなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手は何でしょうかね、これサイヤ人パーティーかな。うん、じゃあどうしようかな、何から来るかな。まあ前から行って孫悟飯でトランクス、こういう感じで行こうかな。いやザマスで行くか。はい、対戦お願いします。さあ初手はカリフラか、なるほど、引っかかっていく。あーでも間に合わないで行くまあ有利属性なんでこのまま行こうかな。うーん、まあそれもこのまま行くか。トランクス出てきましたね。まさか初戦で当たるとは思わなかったなみんな育ててますね。ほい、もうさすがに引っかからんぞ。ほい、なるほど。ほい、ここはもうダメージ優先でいきましょうかね。うん、さあ特殊アーツ、あーやらかした。よく見ないとよく見て、はい、通常攻撃。さあどうしようかな、出し負けか。 OK、 えい、じゃあ変えてと。おい、はい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 、死んじゃうぞ。射撃、あ変えてこなかったか、マジか、ちょっとやらかしたなちょっとやらかした感はある。変身していく。こっちのトランクスはまだ変身してすらいないっていうのに、通常攻撃と。 OK、さあ有利対面だぞ。あーマジか、どうしようかな、まあ、有利属性なんでとりあえずこのまま行きましょうかと思ったが、これはザマス。ちょっと究極アーツ1個無駄になっちゃいましたね。はい、究極アーツ引っ張ってきたタイミングでカリフラあたりに変えてくれてれば、まあ、ライジングラッシュそのままいけたっていうことで、
ちょっとよく書きすぎたっていう感じですねよく書きすぎたっていう感じ。しかも耐えていくんだよなアザマスがライジングラッシュを。へい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 。さあさあどうする、このまま受けるか。なるほど、通常攻撃。いやートランクス出せへんなこの緑ベジータがおるから紫出せない、紫じゃない青が出せない。オッケー、さあこっからかな。ほい、さあ打撃と、ほい、いいですね。あ、やっぱ威力高いですねこれ。うん、まあ、仲間一人も死んでないんで、まあ、知れてはいるんだが、とりあえずアーツ全部使い切ってライジングラッシュと射撃でよく変えていこうか。はい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 と、オッケー、受けるがいい。まあ味方が死ねば死ぬほど上がっていくんでね、火力が。うん、それも魅力的かな。さあ対戦ありがとうございました。僕がみんなを守る。さあ対戦やっていきましょう。お相手は紫染めパーティーですかねこれは。じゃあご飯から行って青で、あと1体どうしようかな。悟空ブラックで行ってみる。OK、 これで行きましょう。さあ初手ブロリーと。なるほど、まあでもこれ、なるほど、はいはいはいと変えて OK、 うん、ケールに変えてくることは分かったんで、とりあえず有利属性で、ほい。さあ特殊アーツ発動をどうしようかな。あ、引っ張んねえか、これ負けたくない。おい、どうだ、イエス美味しいさあこっからですよ、射撃射撃と OK。 さあどうしようかな、どないしようかな。ん、それはちょっと困るなそれはちょっと困るな。じゃあ青に変えてと、よいしょー、オッケー、いい感じに噛み合ってんね。じゃあなっていくサイヤ人、えい、でライジングラッシュをかぶせていくと。あ、マジかうーん、まあしゃあないかなこれは。へい、これはしゃあないな、避けてと、通常攻撃で黄色に変えてと。はい、おお危ない、はい。さあ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 、じゃあこれは究極アーツまでいけるかな。はい、究極アーツ、はい。こんな未来にさ、ブロリーとかおったらもうてんやわんやなってるでしょう。人造人間とかも蹴散らすでしょう。はい、うわマジか、そうですか、射撃でいこうか。これは困ったな、落ちるか、はいはい、うーん外していく。そう、面白いコメントがあって、1試合にライジングラッシュは一発だけみたいなね、そういう感じでなってくれればすごいね面白くなるとは思うんですよねこっちも。うん、 OK、 あーなるほど、そらうまいな。いやどうすっかな、あ究極アーツは、あーマジか、打ってこないか、なるほど、ほい。さあ打撃、えい、これは落とせそうやけど変えてくるか、なるほど、ケールは大事と。いやー打撃ないのちょっと苦しいな。うん、でブラック1体死んでるんで、青トランクスの火力はちょっと上がってるかな。うん、射撃、ただ有利属性単発引っかかんない、さすがにもう引っかかんないか、ちょっとミスった。うん、これ間に合うか、なるほど、ほいほい、オッケーオッケーほいほいと、じゃあ変えてと、オッケー、はい。さあライジングラッシュ2周目もたまりそうですね、それはちょっと困っちゃうな。しゃあ、なるほど、はい、うーんダメ打撃ライジングラッシュ潰されそうやったな、アップな、ほい、避けていく、オッケー射撃、はいはい。さあ有利属性でボコボコ殴っていくよ、うん変えてくるよね、
ちょっと変えてくるんでライジングラッシュは打てなかった。さあどうしようかな。避けていく。なるほど、すぐに攻撃の派生か。いやー困ったな。ライジングラッシュは溜まってる？溜まってはない。射撃、なるほど、はい。さあじゃあ射撃からライジングラッシュ行こうか。おい、打撃で行こうか。はいはい、オッケー。魔先行。いやーこのコンビネーションいいですねこのコンビネーションいいな。さあ頑張ろうか。相手のライジングラッシュもなんか溜まってそうなんだよな。単発は引っかかっていく。あー回避余計やったな。ほい、よし、オッケー。うん、えい、さあ打撃で相撲と。オッケー、対戦ありがとうございました。もっと強くならなければ。さあ対戦やっていきましょう。相手はスーパーサイヤ人パーティーかな。まあサイヤ人パーティーですね。キャベから出てくるとは思うんでどうしようかなって感じなんですが、まあご飯から行って青トランクス、あと1体ザマスで行こうかな。お願いします。さあ初手はキャベか。なるほど、ほい、オッケー。結構最近なんか通常機弾に引っかかる人多いですね。うん、じゃあ変えて魔先行。ほい、いいダメージ。避けて、通常打撃じゃないわ、特殊圧発動してと、変身してと。うっ、ミスった。クソ、はい、じゃあこっちも帰ってと。なるほど、キャベに交代するんじゃないんか。へえ、ちょっと火ダメージ上がってるんで魔人ベジータのおかげでね、このうちにちょっと戦っていきたいっていうのはあるが、ちょっとすぐやな。ここでちょっと簡単にキャラクターチェンジしちゃうとライジングラッシュが来そうではある。ほい、うん、引っかかんないか。いやー、うまい。いやこれ有利属性に変えてと。ほい、ライジングラッシュ来るかな。来ないか。 OK、 射撃、なるほど、うまくねえか。うまいなじゃあ変えてと。うまい、ライジングラッシュ来る？来ない。おい、通常打撃、いやザマスで粘るぞ。打撃と。なるほど、射撃キャンセルからライジングラッシュでも当たりそうではあるな。おい、ライジングラッシュ OK。 必殺アーツでも落ちるんじゃない、有利属性なんでね。オラ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 、オーケー、受けるがいい。まあこのトランクスはね、まあさっきも言ったけど仲間が倒れるほど強くなっていくんで、歌が流れそうですよね。涙の数だけ強くなれるよっつって、そういう歌が流れてきてもおかしくはないんじゃないか。はい、よいしょと。目覚めたプライド。プライドなんて持つんじゃない。いやーこれはちょっとできるだけザマスで食らおうかな。はい、通常打撃いいね。ほい、いや単発には引っかからんかオッケー。さあさあ削り倒していく。さあ残り1体、 OK。 最速じゃないんか、マジか、つらいな。射撃、はい、打撃、はい。お、このタイミングでライジングラッシュか、美味しいな。必殺でいこうか、これはうまい。残念、まあでもいいかな。さあ特殊圧発動してと、体力ほぼ満タンですよと。 OK、 普通に当たっていく。さあどうしようかな。おい、最速と最速じゃない時のあれがねまだ把握しきれてないっていうのはあるな。
今の僕最速気分で打撃打ってますからね。もう最速じゃないしみたいな人からすると全然違うんでしょうけど。ペイト打撃で究極アーツで落ちるかな。はい、オッケー、行きますと。ヘイ、オッケー、対戦ありがとうございました。俺はもっと強くならなくちゃいけないんだ。さあ対戦やっていきましょう。お相手はサイヤ人パーティーですね。まあ多分スーパーサイヤ人を主軸に戦ってくるんじゃないかなとは思うんですが、じゃあこれ前から行ってご飯トランクス、こういう感じでいきましょうかね。お願いします。さあ初手はキャベット、なるほど、ポイ、オッケー。この前の単発技弾と射撃アーツがすげえ見づらくてめっちゃ強いんですよね。うん、打撃も全然低くないし出血がついてるからね。ほい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 、ダメか。でも当たった、ラッキー。オッケー、あーマジか、2連ではないか。ただライジングラッシュが溜まったんでこれ打てそうですね。はい、相手もちょっとどっかに変えちゃうと誰か来ちゃうんで簡単には変えれないよな。よし、これはでかい。おい、ライジングラッシュ。おい、お、バーダックか、逆にありがたいな。まあ先行打撃、打撃と、はいはい、これミスったんちょっと痛いな。どうしようかな。はい、お、単発。さあスーパーサイヤ人になっていく。おい、まずい。差し込めたね、ご飯を。オッケー、まあ、ご飯やられてもすごい強くなるんで、まあ、それがお見せできればなっていう。いや落ちんかな、いや落ちるかさすがに。ドン、いやこれは落ちるな。残念。さあこれでバトルメンバーの未来タグがものすごい力になると。よいしょ。息を飲んじゃいますね。オッケー、さあ前に変えてと。目覚めたプライド、ミスった。クソ、単発技弾すげえ引っかかってくれるからそれに甘えたね。いやまずい、死ぬ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 。どうしよう、 OK、 射撃入っていく。はい、おい、射撃、はいはいはい、打撃と、えい。さあ回復も積んでと、万全の状態ですよ。通常打撃、ちょっとこれ振り属性やけど、まあしゃあないな。いやどうしよう。どうしようかな、この中間距離ちょっと難しい。今のも最速じゃなかったね、今のは最速じゃなかったと思う。あ、死ぬ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 、死にます。いえ早い、必殺。早い早い、はいはい、イエス、これは美味しい。よいしょ、イエス、オッケー、これは美味しいな。変えてと、単発は、ほい、さすがにダメか。このライトはいかーんと。おラッキー、今のライトね硬直結構あるんで、うん、うまいこと避けられとったらあれでしたね。さあここでトランクス登場と。えい、これ必殺ターンで落ちる、ドーン、いやー強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、レジェンズロードで実装された少年トランクス、使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱりね火力が高いですね。まあ今の時期に出てくるスパーキングってどれもね何か強いみたいなスパーキングを出さないとやっぱり使われないんで、もうこいつも打撃がねすごい尖ってて面白いキャラクターだなぁと思いました。はい、で Z アビリティもすごい優秀なんで、もう未来パーティー作るならまあこのトランクスはしっかりと育成して、まあ、持っといた方がいいのかなとは思いましたね。はい、ということでよろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。